ご覧ください。スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆。熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。全日本対フランス、ここスタークラウンスタジアムは興奮の密度に達しています。緊張の面持ち。選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。今これキックオンです。それパワーパスを出した。激しいアタック。それはこれはスタートするというな。ボールは友達いくぞ。ダイブシーフォール。ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。このパスは通れない。これは何でしょう。ボールは友達渡すな。余裕。ここで激突。空中での激突だ。これが乗っていると止めた。パントキック、どこまで運べるか。素早く攻めた。ボールは友達渡しません。最大限の力を使ったワールドシュートだ。これは正面から抑えに行く。青野くん、ゴールを守った。パントキックで大きく蹴り出した。マサオくん、ここで奪った。このスルーパスは通るか。素早く横に交通。マルセルくん、スライディングでカット。パスを出します。ここでパスカット。ゴジくん、ボール出して後ろ。体ごとぶつかっていった。マルセル君、ボールの狙いも届かない。センターラインを越えて攻め込む。チャンスが決まった。ここからフループに持っていく。レルーク、ボールを奪うことができません。アオル君、これはキャッチできない。ドボール君、ボールを奪う。ヒューガ君、タックに決めた。スライディングで止めた。予想をすり抜けた。ハカト君、このスライディングが決まった。翼君、シュートを放った。相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。マサオくん、激しいタックル。チャンスが決まった。必要だった。ヒューガくん、ケージンを切り裂く。前半もすでに15分が経過しました。これが終わり。マサオくん、ゴール正面で攻撃を迎える。ヒューガくん、信頼してくれるみんなのために勝つ。よし、それ長いパスが通った。これはチーム全員での一斉突撃だ。ゴール突破。チャンスが決まった。横を切り抜けた。翼くん、ここで止めた。これが南米式のドリブルだ。さあ、ここはパスを出した。チャンスが決まった。このタックルは不発に終わります。翼くん、ボールは飛ばし渡しません。ムサくん、スライディングでカット。ミサキさん、ここは抜かせません。横をかわしてチパー。ジャンプ、激しいスキル。バラバとぶつかっていった。はっ、バラバ君、飛んでかわした。一気に攻め込みたいところ、スライディングで止めた。バラバ君、激しいタック。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取った。ワイルシュートだ。やっとワイルシュートだ。素晴らしいシュートだ。横に飛んだ。ゴールを守った。絶妙なインターセット。これは最大の力を使った全力のシュートだ。横に飛んだ。ゴールはまだ生きている。ヒューガ君、ここは抜かせません。チャンスが決まった。もう飛びました。そんな、ハワイ君、激しいタック。鮮やかなジャンプ。体ごとぶつかっていった。ここでスルーパス。ゴッチ君、スライディング横に交通。やっとだ。ラッシュを振った。大変な大変なシュートだ。若林君、横に飛んだ。止めた。さすが若林君です。パントキック、どこまで運べるか。素早くつなぎます。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。よし、ぶつかっていった。クランス、これはチーム全員での一戦突破だ。ブラッドロ君、次々に勝っていく。全力でこいつで打ち切られる。キャノン砲、
Tsubasa-kun, center line を越えて攻める。これは何ですか？Tsubasa-kun、これは一球だ。
全日本勝ちました。チーム一丸となってテニスは